次の証は韓国のハンマム教会の生徒の証です。C チャンネルというクリスチャン放送で放映され、日本語版もあります。<music> こんにちは。私はチュンチュンハンマム教会のチョンジョンウンです。私は癌の宣告を受けた後に復活されたイエス様に出会い、癌という病と人生の悩みを。 にによってい解決した証を分かち合おうと思います。私はピアノを専攻したのですが当然ピアノと関係する仕事だけしていましたところが30代になってから私の専攻分野のピアノではない仕事を周囲から頼まれることが多くなり私は全ての依頼をみんな喜んで受け入れました演奏活動とピアノのレッスンまた専攻とは違う仕事まで並行しながら 私は仕事にに引きずられるように30代を過ごしましまた。私はいつも何よりも義理を最も重要に考えていたのですが損害をかぶってまで人のためになる仕事を一生懸命したにもかかわらずおかしなことに何度も人々に裏切られたのです世の中の判断基準は本当に曖昧だという思いとともにその時から頭の中に疑問符が浮かぶようになりました人々はなぜみんな 自分が困っているからお願いしたのに助けてあげると何度も裏切るのだろうそして私は何のためにこんなに一生懸命なんだろう世に私の能力をもっと広げるようなことをしたいのになぜ家では結婚が人生のすべてのように私を責めるんだろうやはり外国に出て学位を取らなければならないのかしら順序もなく終わりのない疑問符が増えていきながらも年をもっと取っていきだんだん心配になりました。 こうやって苦悩の30代を過ごす間、私が精神的につらかった瞬間に電話をくれる人がいました。20代で偶然知り合った先輩ですが、10年ほど前に私に福音を伝えてしっかり断られても、おかしなことに、普段何の連絡もなくても、私が誰かに裏切られた瞬間、どうしてわかったのか、しきりに連絡するのです。はじめは偶然だろうと思ったのですが、時間が経つうちに、 自然と神様が先輩を通じて私の心をノックしていると思うようになりました私はもともとクリスチャンがそんなに好きではありませんでしたでもそ,その先輩は私が会った他のクリスチャンのように偽善的だったり利己的でなくとても善良で正直な人だったので私は先輩の電話がいつも嬉しくまたとても慰められました私は財産リストの一位が条件なしに友達でした 幼い時から長い間、友情を重ねてきた格別な友達が何人かいるのですが、10月末頃、アメリカで仕事をしている友達が何年かぶりに帰ってきたので、その友達に会いに甲州まで行きました。久しぶりに会った友達と、また友人のお母さんと抱き合って喜び、本当に楽しい時間を過ごし、またソウルに帰ってきました。ところが何日か後に、友達のお母さんが電話して、一緒に旅行に行こうと誘うのです。 本当は続けて2週甲州まで行くというのはちょっと無理でしたが目上の人の頼みなので何も言わず週末にまた行きました後で知ったのですが友達のお母さんが私には内緒で病院を予約しておいたのです私の体がどう見てもおかしいと涙まで流しながらお願いされて仕方なく病院についていきました病院で超音波検査を受けたのですが乳がんだというのです 耳からビーッという音が聞こえました横で泣いている友達の声はとても遠くから聞こえるようでした遅すぎたようだという医者の声を後に一旦ソウルに帰ったのですがその日に限ってひどい雨が降っていたのです止めどなく泣きながら運転をしたのですが2時間ぐらい過ぎた頃頭の中でふと神様が思い浮かびました私が気持ちはなかったのですが本当に急な時は知らないうちに神様を探したりしたのです そして神様のノックだと思っていたあの先輩の絶妙なタイミングの連絡も共に思い出しました瞬間神様のメッセージかもしれないと思ったのです私と何の関係もなく苦手だと思っていた神様という存在が生まれて初めて親しい友達のように近くに感じましたソウルに一旦帰り両親にはとても言うことができず一旦友達とその先輩にだけ その事実を知らせました。でも思ってもみなかったのにその先輩が通う教会の教員が大学病院に特別診療の予約をしてくれましたそのおかげで迅速に検査を受け結果も早く聞くことができました当時の私の状況は右の胸に8センチのしこりがありリンパ腺にも転移していましたそれだけでなく腰胸脊髄骨盤の方に 骨の中までがんがすでに広がっており肺にもがんだと推定されるものが見える状態ですちょうど運よく恩師の助けを得て乳がん分野で著名なお医者さんに治療を受けることになったのですが乳がん4期の判定を受けがんの大きさも大きくあちこちに転移したがんのためにすぐ手術はできない状況でした一旦がんの進行を止めるための抗がん治療を始めることにしお医者さんはその時 骨の中に転移したがんは抗がん治療でも消すことができないかもしれないとおっしゃいました一番強い薬で6回一旦12個の注射を打つことにしたのですが一時注射を打った後に本当に受けてみると噂に聞いていた抗がんの副作用よりずっとものすごいものでした注射を打ち始めて正確に21日目になった日に1日で髪の毛は全て抜けてしまい一般的に経験する抗がんの副作用以外にも 注射ショック、また感染による入院などひどく苦しみましたでも何よりも母にとても苦労をさせているようで心が重くまた惨めでしたあまりにも薬が強くて血管はすでにみな傷つきやっと2次こうがんになり心が完全に折れてしまいましたトイレで水を流しながら祈りを捧げました「神様本当におられるなら私をこれ以上惨めにさせないでどうか早く連れて行ってください」 と泣きながら祈りました。幸運にも抗がん注射を受けて2週が過ぎると「今までのは何だったんだろう?」というほど急にコンディションが回復しましたもちろん日常生活が可能な時間は1週間ほどですがその時ごとに私に福音を伝えてくれた先輩がチュンチュンからソウルまで私に会いに来てくれましたおかげで家にだけ閉じこもっていたのが外の空気も吸いまた家族が心配するからと素振りにも出せず たまったストレスと寂しさから解放される本当にありがたい時間でした3時こうを前にしてやはり心配になりましたなぜか神様が先輩の祈りはよく聞いてくださるような気がして先輩に症状のいくつかについてお祈りをお願いしましたなんと先輩が日曜日の午前に携帯で教会の牧師先生と生徒たちが私の名前を叫びながら祈る声を聞かせてくれたのです とても衝撃的でした。なぜなら私は自尊心のために友達の何人か以外には親戚にも私の病を知らせなかったからですところが生徒が1,500名ほどいると聞いたのですが私が知りもしないその多くの人々に私の病を知らせたという事実がまずひどく恨めしくまたお祈りをお願いしたことを後悔しましたこんな私の気持ちも知らずに先輩は「 とりなしの祈りの驚くべき能力に対してひどく興奮して説明するのでしたそしてその日から教会の牧師先生と生徒たちは私のために一日も欠かさずそのすごい能力だという鳥なしの祈りをしてくださいましたところが本当に驚いたことに3時抗がんの後から私を苦しめたあのものすごい症状がそれ以上現れなかったのですむしろコンディションが早く回復して 先輩が私に会いに来る回数が自然と多くなりました。四時。抗がんの直後には、教員たちも一緒に来て話していて、ある時はその教員たちの家まで行くことになりました。抗がんの副作用がそれ以上ないのが、私の体の変化。と、神様について、夜を徹して話していて、どうしてか、次の日、教会までついていくことになりました。しかし、その教会は、私のスタイルではありませんでした。 賛美と祈りはとても長く牧師先生の説教は何を言っているのか聞き取れずにうるさいだけでまた生徒たちの後頭部さえも見たくもありませんでしたそれで逃げるように一人ソウルに帰ってきたのですが次の日の朝家で目を開けたと同時になぜかもう一度行き行かなくちゃという強い思いに駆られるのですそれで両親には知られないよう高速バスに乗ってチュンチョンに向かいましたバスの中では手持ち カバンを探してみると、ちょうど前の日にもらった教会の本があったのです。何の考えもなく、軽く読み始め、中間ぐらい読んで、三家の福音のところで視線が止まりました。天の御国の天使長から始まった根源的な罪。神様を心に置くことを嫌い、自分が主人になろうとした罪を犯し、悪魔になり、この地に追われた後に、神様の子供として生まれたアダムにも、 同一の罪を犯させ、悪魔と同一に全ての人もやはり神様を心に置くことを嫌い自分が主人となる罪を犯したという内容が書かれた部分だったのですが読んでいてハッと気がつきました。ああ私が罪人だったんだな今までなんだこんな当たり前の事実を知らずに生きてきたのだろう瞬間私が今まで損した気分で生きてきたと思ってた何かよく回っていなかったような私の人生が。 実はイエス様を信じず、私が勝手に生きてきたからだということがあまりにも当然だという思いになり、その場ですぐ悔い改めました。その時、病にかかった私のために、友達が毎日送ってくれた御言葉の文字が心に響きました。イザヤ四十三章。一節の御言葉のうち、恐れるな。あなたは私のもの。世の中で最も美しい食材でした。はい、一度も感じたことながない平安が、 心の奥底から湧き上がってきました。とうとうチュンチュンハンマー教会に到着して教会のドアを開けたのですが、その時私は言葉で言い表せない驚いた経験をしたのでした。昨日見るのも嫌だった生徒たちの後頭部一つ一つから光が出ていたのです。賛美を聞くのもとても恵みに満ちており、涙を止めることができず復活されたイエス様を心の主として受け入れ。 聖書の御言葉通りに生きることがあまりにも当然だという牧師先生の説教に無意識で「アーメン」と言っていました私が誰かも知らずに私の名前を叫び心を込めて祈る牧師先生と生徒たちの姿からこの人たちが私の天の家族なんだなということを心でわかるようになりましたイエス様を信じなかった罪を悔い改め 心の主として受け入れるという簡単なことを知らなかったこと、振り返ってみると、福音を聞くことを度が過ぎるほど嫌ったということ、そして実は私は体より魂がもっと病んだ人間だったという驚くべき事実を、その瞬間すべて悟ったのです。がんにかかっていなかったら死ぬまで知らなかっただろうに、私を生かすために死の前に立った。 私を立ち帰らせてくださった主の愛に感激し感激しましたその日の午後から私には大きな変化がありました口から外に吐き出すたびに涙から先に出ていた「がん」という単語がプレゼントであり死は希望と変わりました抗がん治療中でしたが毎日チュンチュンに行き来し水曜礼拝と手術礼拝を捧げましたその他の日には 先輩が運営する塾で、子供たちがレッスンするのを助けたりしました。毎日聖書を読んで、恋愛するように毎日イエス様と交わり、本当に幸せな日々を過ごしました。いつも喜んでいなさい。すべてのことに感謝しなさい。主に思いわずらいを委ねなさい。隣人を愛しなさい。イエス様だけを見上げていた私に、この御言葉は自然と生き方になっていました。このように信仰生活を始めて正確に1ヶ月後、 病院で抗がん治療3時までの結果を教えてくれたのですが強い薬にもかかわらずがんの大きさに変化がほとんどないとがっかりする先生の姿を見てその日から死ぬ準備を始めました一番最初に服を整理し加入していたインターネットサイトを脱退するとか周辺の整理をしました死ぬ前に自分の手で写真も整理しなければと思い久しぶりに写真集を出してみたら髪の毛もみんな抜けて。 黒くぶくぶく膨れた今の私の姿とは違い正いに満ちた過去の姿を見ると実際に写真を破るのがためらわれました写真は後で整理しようと先延ばしにしました正直言うと私はその当時、私が永遠に生きることをはっきり確信していたので死が近づいてくることが全然怖くありませんでしたむしろすぐ天国に行ってイエス様に会えるという思いでいつもそわそわしていました その気分は海外旅行に立つ前日の夜とか、幼い時に遠足に行く前日の夜のような、そんな嬉しいときめきでした。ただ一つ心に引っかかったのは、私が愛する家族と大切な友人がイエス様を知らずに、私の死ぬことで絶望することでした。私が死ぬ姿を見ることによって、彼らが天国を確信できるはずだという自信が生まれました。その日から礼拝時間に 彼らの魂を救う祈りを捧げ始めました。しかしおかしなことに、祈ると彼らの祈りではなく、数年間連絡が途絶えていた後輩たちに対する祈りばかり出てくるのです。驚いたことに、その日の夜から彼らから連絡が来始めました。本当に私は私に与えられた時間があまり残っていないのかもしれないと思い、とにかく彼らに会って喜んで福音を伝えました。一方的に導いてくださる。 主の意に従って私は残った時間はただ福音だけに向かって出ていかなければならないと強く心に決めましたこのように死ぬことを準備し始めて20日ぐらい経った後に6時までの最終結果を聞きに病院に行きました病院ではこれ以上良くならないだろうという話を聞くと思っていたのですが急にお医者さんが骨と肺に転移したがんが全てなくなったと すぐ手術しましょううというのです。確かに抗がん治療でも骨にあるがんはなくすことができないと言ったのにどうしたことだろう瞬間頭の中が混乱し死ぬことをあんなに喜んで準備したのにただ胸を切るという事実が鳥肌が立つほど恐ろしくてとても心配でしたすぐ祈らなければなりませんでしたお医者さんにお願いして手術の日を延ばし礼拝を捧げに教会に行きました ありがたいことに祈りが終わったと同時に、私には毛の先ほどの怖さも残っていませんでした。一週間後、多くの方々の祈りの中で、無事に手術を終えました。手術後に医師から実際に開けてみると、がんの大きさが思ったよりずっと大きくなっていたが、あまりにもきれいに手術が成功したと言われ、放射線や追加の抗がん治療もする必要がないと言われました。 驚いたことに治療を始めて6ヶ月で、私の体にはこれ以上がんの塊は存在しませんでした。もちろん、手術した方の腕は少し不便で、私の胸には大きな傷が残りましたが、私にはこの傷がイエス様に会えるようにしてくれた最高の大切な自慢の勲章です。人は誰でも一度は死ぬじゃないですか。しかしそれが終わりではなく、新しい始まりなのです。 初めがんにかかったと聞いたとき、とても大きな衝撃を受けました。でも私の人生で最もすごい事件は、私ががんにかかって死ぬところだったことではありません。今までイエス様を知らないまま生きてきたということ、そしてイエス様が復活されたことによって、がんのしこりだらけだった私の体よりもっと病んでいた私の魂が救われたということです。死の前に立ってみると、 死ぬ時に持っていけるももののは一つもないのです今目に見えるこの体も全て置いていくじゃないですかだから自然と世俗的な横がみんななくなりイエス様と天国を鮮明に見ることができましたそして生きながら頭の中で増えていった疑問符がとうとう一つの簡単符として整理されました必要な時だけ探す存在だと思っていた神様が「実は私たちを想像され 一人後イエスの復活を通して闇であるこの世から私たちを救い永遠の天国に導かれるのがあの方の目的だということを知りました。だからイエス様がこの世にいらして私のために死なれて復活された理由に焦点を合わせて生きなければならないというのが人生の答えだと確信するようになりました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そそうすればそればに加えて これれららのものもはすす。べて与えられます昔私は伝道という単語を聞くことだけでも不愉快でしたところが今は周囲の人々に機会ある時ごとに福音を伝えていますイエス様を知らない人々特に病のとこにある人々に自分の病や状況ではなく復活されて私たちと共にいらっしゃるイエス様を見上げなければならないといつも話していますこれが私の使命であると いいつも心に刻んでいますまたイエス様を知らなかった時はこの世の欲を追いかけて私が中心になって生きていたのですが天国に希望を置いている今はイエス様の中心から私をを眺める練習を休ままずしていますイエス様がこの頃になってなんだか私に思ってもみなかった大切な魂に大勢合わせてくださるのですが福音を伝える喜びを知る練習をしているところです。 福音をを伝えるごとに、いつもも大きなプレゼントをもらう気分です。イエス様を信じない生き方には決して人生の答えはありませんでした皆さんもどうか復活されて今も生きておられるイエス様を心の主人として迎え入れ世の中で解決できないすべての問題から自由になることを祈りますありがとうございます もっと多くの証をご希望でしたら次のリンク先を訪問してください。facebook.com スラッシュ hmu オンリージーザス hmu ただ種だけが。